アリ・サストロ・アミジョヨは、インドネシアの外交官、政治家、インドネシア首相、インドネシア国民党党首、国連大使、中アメリカ大使、中カナダ大使、中メキシコ大使を歴任し、アジア・アフリカ会議では議長を務めた。北京空港で、周恩来の出迎えを受けるサストロ・アミジョヨ1903年に、中部ジャワ州、グラバグの名門貴族の家に生まれる。幼少期は、 農民の友人たちと同地で過ごしたが、サストロ・アミジョヨの両親は彼を都市部の学校に通わせて、ヨーロッパ式の教育を受けさせた。サストロ・アミジョヨはヨーロッパ式の教育を受ける傍らで、ジャワの教育も学んだが、両親はヨーロッパ式の教育に専念することを望んだ。サストロ・アミジョヨはクイーン・ウィルヘルミナ学校を卒業して、ライデン大学に進学して、法学を学び、 法学博士号を取得している。在学中は民族主義青年団体、ジョンジャは東インド協会のメンバーとして活動したため、モハマット・ハッタラと共に1927年に逮捕されている。釈放後の1928年にスラカルタで弁護士事務所を開き、弁護士業を営むと同時にインドネシア国民党に入党した。 インドネシア国軍を越兵するサストロ・アミジョヨ第二次世界大戦が終結してオランダから独立した後サストロ・アミジョヨはスカルノの大統領内閣で情報通信副大臣アミル・サラフディン内閣と第一次ハッタ内閣で教育文化大臣を務めたまたハーク・エンタク会議ではインドネシア代表団の副代表を務め交渉に参加したその後は中アメリカ大使 中カナダ大使、中メキシコ大使を歴任し、1951年12月19日には33万5000ドルで、ワシントン DC に中米インドネシア大使館を購入している。1953年と1957年の2度に、渡り、首相に就任し、第一次内閣では、インドネシア、中国二重国籍協定の締結に尽力した。 第二次内閣退陣後の1957年から1960年にかけて国連大使を務め、退任後は1966年までインドネシア国民党党首を務めた。1976年にジャカルタで死去した。サストロ・アミジョヨは政治家の他に作家としても活動し、国際関係と外交政策に関する著作を執筆している。著作として、 国際法入門、インドネシアの外交政策、サストロアミジョ用の自伝、オランダの4人のインドネシア学生が出版されている。ありがとうございます。